湾初の潜水艦建造に成功し、現在海洋試験が始まる中、台湾の新たな潜水艦戦略をキャッチしました。今回は、そんな自国初建造潜水艦での台湾海峡戦略を詳しく見ていきます。台湾海峡の深さも、1700メートルと、やっぱり台芸型に似ているような。X カジが、どうも海上自衛隊潜水艦に似ていますよね。表向きは、アメリカ主導になっていますが、台湾海峡の忍者誕生しました。中国海軍原子力潜水艦は、一隻で、壊滅なんてこともあり得るかも。毎年収益すると、中国には対応できなくなるね。最後まで見てね。古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で初となる国産潜水艦開墾型一番艦が9月28日台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えました。この建造計画破砕英文総統が熱心に進めたものでした。進水式での祭祀は念願かなったということか、感無量だったようです。開墾潜水艦は言うまでもなく、近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われます。中国は台湾の潜水艦に身の程知らずと非難しました。しかし、逆に言えば中国にとってかなりの深刻事態なので、過敏に反応したのではないかとも見られているのです。通常動力型潜水艦の開墾は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦隊です。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦台芸型よりはちょっと小さいようですね。特徴としては、台芸型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により2週間ほどの連続潜航可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、さらに、高性能長距離誘導魚雷射程約 50km を装備していることでしょう。兵装の中でも、MK48 魚雷は時速70から100km、敵が回避しても再指令によって何度も攻撃を繰り返すしつこい魚雷です。もはや水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、台芸型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないとか。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウはありません。ではどうやって作ったのでしょう。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。つまり民主主義勢力連合というわけです。噂では日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などに鑑みて軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれています。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なので、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないでしょう。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそうです。なので、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に、貿易制限中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例として、オランダ潜水艦を売却と、フランス1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が中国の経済制裁でダメージを受けています。例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けています。正面から対決はしないけれど、全面的に認めるというわけではないというアメリカの上手な方針でしょうね。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって最大の衝撃だったでしょう。台湾が輸入使用したら、
輸出しそうな国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたでしょうが、自前となれば脅しも効きません。台湾は、好きな時に、好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのです。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器は、できるだけ自前で確保するのが、安全保障の肝と痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次は、スタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発。という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石です。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。また、ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備して、相手を攻撃する狙いがあると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のため、ジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えましょう。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は、潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京をさえ伺うことも不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いありません。ある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は、台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には、老朽潜水艦が、4隻だけで、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、もはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が、自衛権に基づく反撃として、複数の海鯤級で出撃すれば、中国海軍は、対潜水能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は、軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして、万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に、権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、水面下で、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追戦哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自軍の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので、証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると、台湾を海上封鎖し、
兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を量産して、中国の脅威に備える予定らしいなどという話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞きますし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものですよね。台湾が自国で初めて建造した潜水艦、海鯤は、中国への抑止力として注目されています。この潜水艦は、中国の台湾武力統一野望に対する牽制とみなされており、アメリカを含む複数の民主主義国からの技術支援を受けています。海鯤は高性能リチウムイオン電池を採用しており、長時間の連続潜航が可能で、最新戦闘システムと高性能長距離誘導魚雷も装備しています。台湾は、この潜水艦によって、任意の時間に、自国の防衛力を増強できるようになり、自国の安全を確保する重要なステップを踏み出したとされています。海上自衛隊がシードラゴン2024で2年連続優勝との情報を入手しました。今回は海自 P1 哨戒機部隊またまた異例の優勝2連覇達成。シードラゴン2024日本約艦 P1 哨戒機売り出し決定で国連恐れるを詳しく見ていきます。B1 哨戒機は川崎重工業を主体とする国産機で42機が配備され、最終的には70機が調達される予定。B1 は、先進技術を使用し、その部位や攻撃兵装を装備し、乗員の快適性も考慮されている。これは、潜水艦と共に売り出す格好の宣伝になりますね。シードラゴンと、海の竜とは、かっこいい名前ですよね。アニメにも登場しそうな名前です。シードラゴンとは、固定翼対潜哨戒機部隊によって実施される多国間での共同訓練で、2019年からアメリカ海軍が主催して、年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されているものです。2024年1月24日、シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P1 哨戒機を運用する追潜哨戒部隊は、対潜哨戒任務の技量において、2年連続で第1位となる快挙を達成したのです。シードラゴンの詳しい内容を紹介しますね。アジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対潜哨戒部隊が集結、主に対潜水艦船、アンチサブマリン、ウォーフェア、ASW の訓練などを実施します。この ASW 訓練では、アメリカ海軍の原子力潜水艦を仮の標的として、探知から追跡を行い、攻撃するまでの対処について、集まった各国の哨戒機部隊が270時間以上の飛行時間を費やして訓練、演習を実施するというものなのです。公開されている ASW 訓練の内容としては、対潜哨戒機が上空から投下したその部位を使用して目標潜水艦を探知し、追跡しつつ解析を行いながら、最終的に落雷や爆弾もしくはミサイルなどで攻撃するという想定になっているそうです。こういった戦技を競うためにポイント化して、総合的に評価した上で、訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されることになるのですが、そのチャンピオンの証として、ドラゴンベルトが対象チームに授与されるそうです。Cドラゴンでは、
ASW を実践する訓練、演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国の参加パイロットや飛行士たちが、所属部隊の ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行内るそうです。つまり、参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く追戦哨戒部隊同士として友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間も、積極的に他国のクルーとの間で、敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っているようです。そして、こういった交流が信頼を深めつつ、同時に技量向上にもつながっているということでしょう。今回実施されたシードラゴン2004も例年のごとく、アメリカ海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して、対戦哨戒の技量を競い合いました。実施期間は、2024年1月8日から24日です。昨年のシードラゴン2023に参加して第1位を獲得した鹿児島県鹿屋基地所属の第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県厚木基地所属の第3航空隊第31飛行隊が参加して、2年連続の第1位を獲得しました。厚木基地からは、訓練のために B1 哨戒機1機と40名ほどの隊員を派遣。今回の優勝に伴って、同航空隊には、最優秀哨戒部隊の称号として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたのです。固定翼哨戒機として2連覇を達成した海地が運用している P1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業との共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対戦哨戒機です。それまで、長期にわたって海上自衛隊が運用していたターボロップ式の P3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始しました。それ以降、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を調達する予定とされます。P1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造をしましたが、各部分は他の企業が担当しました。三菱重工業は、中動と高動を担当、主翼と垂直尾翼は、スバルの担当、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成になっているのです。4機のエンジンには、IHI が開発、製造したターボファンエンジン XF710 が採用され、アビオニクスは、操縦系統と各種センサー類や精密電子機器官の互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト、通称 FBL 方式を採用しました。FBL の採用は、世界初の実用機としての試みとなっていて、このことによって、機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られることになったのです。オートパイロット自動操縦においても、従来の P3C 哨戒機では、高度を維持する程度の機能しかなかったのですが、旅客機並みの自動操縦だけでなく、トリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで、大きく進化しました。P1 哨戒機の対戦哨戒用その部位は、胴体下部の主脚格納部分後方に38個装填されているのですが、投下用その部位の格納部分には機体内部からの再装填できるようになっていて、一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっていて、機内に搭載されている96個のその部位を簡単かつ即座に投下可能で、こういった部分でも乗員の負担が大幅に軽減されたのです。そして、探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装については、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどが搭載可能で、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも、主翼下部の8カ所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下にある弾倉には、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能であるなど強力な攻撃能力を持っているおかげで、有事にも活躍することは間違いないと思われます。こういったことに加えて、
対潜哨戒任務という長時間勤務になることが多い乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されています。P3C 哨戒機などでは、搭載している精密機械に電磁波が影響することを理由に設置されていなかった電子レンジも置かれ、乗員がいつでも食事や飲み物を取ることに可能となっています。とはいえ、海上自衛隊では昔から食事や休憩を乗員の自席で取る習慣があるので、普段の任務において休憩スペースが利用されることはあまりないようです。さらに、P1 哨戒機では、対潜哨戒という主任務以外に、災害救助派遣任務にも運用できる設備や装備が設置されています。災害時の救援搬送なども対応できるようにして、機首近くの広いスペースは、救援用ストレッチャーを固定できるように設計されているので、同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され、医療行為が可能になっていて、多目的使用も想定されているそうです。B1 哨戒機は、量産が始まって間もない機体ですが、近年では、中国の潜水艦の性能が高まって、静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を備えた戦闘指揮システムやレーダー、光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常時、日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られているようです。防衛装備移転3原則が策定されたことで、高スペックな P1 哨戒機を海外輸出しようという動きが以前からありました。これまで P3C などを購入し、後継機種を探している国を中心に売り込みを行い、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展したのですが、現時点ではアメリカの P8 との競合に負け続けているようです。だからこそ、G ドラゴン2024での2年連続優勝という実績がどれほど貢献してきれるのかが注目されているというわけでしょうね。日本の海上自衛隊が運用する P1 哨戒機が、固定翼対潜哨戒機部隊による多国間共同訓練 G ドラゴン2024で2年連続で優勝しました。この訓練はアメリカ海軍が主催し、アジア太平洋地域の西側同盟国が参加します。B1 哨戒機は川崎重工業によって開発され、その先進技術と装備が評価されています。訓練では、潜水艦探知から攻撃までの対潜戦術が行われ、各国の哨戒機部隊が競い合います。P1 は将来的に70機が調達される予定で、この成功が国際市場での売り込みにも貢献する見込みです。海上自衛隊所有の空母は、ヒューガ、型と出雲、型に、誕生によって、事実上4隻体制となりました。日本が、空母を4隻保有していること、2種類あることは、一体何を意味するのでしょう。日本の空母戦力、世界が恐れるほどの実力とは。また、F-35 戦闘機搭載について議論されている空母が今後どうなっていくのか、見ていきましょう。加賀のアメリカでの F-35B 認証プログラム後、そのまま完済して日本に寄港しないかな。さすがに近平もビビるよね。まず、日本の空母が4隻になる意味です。2015年、平成27年10月の海上自衛隊観艦式の最大の目玉と言われたのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。
出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、それ以前に誕生した日向、型の日向、伊勢に続く3艦目になりました。このシリーズの艦名は旧国名にちなんでいるんですね。出雲は日向、型より一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇になったのです。また、同8月、出雲、型2番艦加賀が、進水式と偽装作業を終了し、11月に試験航海を行いました。2番艦加賀が就役したので、海事は日向、型と出雲、型それぞれ2隻、計4隻の航空母艦を保有することになったわけです。艦艇には、ドッグ入りする長い整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要になります。それぞれの機関を考慮した上で4隻体制にしたので、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が即応体制を取れるようになったのです。実は、日向、型と出雲、型では、要求される役割や能力が若干異なるそうです。誤解があるようですが、これらは、護衛艦だから航空母艦ではないという考えは間違いです。そもそも、海上自衛隊の言う護衛艦士は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種です。世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれていますね。それと同様、日向、型や出雲、型も一般的には知られていませんが、護衛艦ではなく航空母艦と呼ばれているのです。航空母艦日向、型の日向と伊勢のサイズは、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇と言われていました。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機同時に発着艦させる甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機が収容できるスペースがあります。日向、型の主要任務は、敵潜水艦が味方艦隊へ接近するのを阻止する追潜作戦ですから、単魚雷発射艦及び、アスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置、VLS が装備されているのです。航空母艦としてはかなり重兵装ということが特徴でしょう。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向、型より一回り大きく、シーホーク5機を、同時に発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備せず、最低限の自衛用兵装しか搭載していません。なので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。逆説的ですが、最低限の兵装しか、持たない出雲、型は、対戦能力重視型の日向、型と比べると、より多様な任務に対応可能な本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われます。具体的には日向、型と出雲、型には、手術室と集中治療室がありますが、病床数は日向、型8床に対し、出雲、型は35床ですから、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点としての利用を考えると、出雲、型が優先されると考えられます。出雲、型の飛行甲板は一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も活用できると見られているのです。と言っても、上記は、あくまでも、どちらが能力が高いかというだけでのことです。日向、型が、上陸作戦の拠点となることも考えられますから、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことは可能です。また、日向、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 も艦載可能なのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリ、大型の CH-47J、JA チヌーク、墜落事故など様々な話題になることが多い V-22 オスプレイの運用も可能とされています。積み型は一見空母のようですが、れっきとした輸送艦で、
上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もありません。一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障上、最大課題が浮上したため、解決のため日本版海兵隊水陸機動団が発足しましたが、同時に懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も必要になります。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には2000トン級の低速輸送艦しかなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった多くの PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、結果、大隅型3隻の建造が認可されたのでした。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦が可能です。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力ですが、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、大型ヘリ CH-47 輸送ヘリとかの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、大隅型には格納庫がありません。車両用エレベーターしかないので、空母に離れないのです。仮に、無理やりスキージャンプ台を設置しても、22ノットの速力と、全長 178m のサイズでは固定翼先運用は不可能です。格納庫がないということは非常に重要なポイントらしく、これが理由で大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているということです。やはり空母や強襲揚陸艦という表現はどうしても国家の威信、軍事力の誇示、財力の象徴と見さされることが多いのです。ロシアや中国の例を見てもお分かりですね。そうした風潮は即現れていて、日向、潟や出雲、潟に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が華々しく展開なかとか、なんとか。それにしても、庶民としては、どうしても予算が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費、保険料など、ここ数年は値上がり傾向が続行中ですよね。敵国の攻撃から、国民の生命を守るために防衛予算を増やすのは、確かに一理ありますが、少子高齢化が一段と進む昨今、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は気づいていないでしょうか？気がつかないはずはありませんね。高額の国家予算を注ぎ込んで、高スペックな最新鋭兵器を購入して、万が一の有事に備えたとしても、国民がいなければただのお飾りではないかと思うのは筆者だけでしょうか？空母の種類と役割、日本は日向、潟と出雲、潟の2種類の空母を合計4隻保有しており、それぞれ異なる任務に特化しています。兵装と機能、空母は F-35 戦闘機の搭載が可能で、多様な軍事任務及び災害時の支援に対応します。即応体制の確保、4隻の空母により、常に1隻以上が即応可能な状態を維持しています。予算と資源、高額な維持費用が国家財政に負担をかける可能性があります。人員育成、高度な技術と知識が求められる乗員の育成が必要です。国際関係、空母の保有は地域の安全保障バランスに影響を与え、国際関係に緊張を生じさせることがあります。技術の自立、
国産技術による防衛装備の自立が求められていますが、技術的、政治的な課題が伴います。